はい、こんばんは、山里と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、えー、東海地方最大の近畿と言ってもいいんじゃないかな。まあ、ここ近畿なのか東海なのかわかりませんけど、タブーの方の近畿ですね。やっていこうじゃないかというわけでございます。それは何かというとですね、まあ、う岐阜の方なんですけどね、岐阜の方にね、有名なハムがあるわけです。幻の名法ハムっていうね、 ああのの名前ででねねハムっていうのがあるんです、ね、まあ、これねよく知ってると思います。あのよく知ってるのかな。三重県というか東海地方だったら今のねテレビ CM ねあの昔ながらの製法で作ってるからうまいんやーっていうね、えー、有名なあの社長さんがねあの出てきてやってる CM があるんで。あ 近藤さんこうとかねあれとかとね同じような感じで東海地方だと、えー、メジャーにね、えー、よく流れてる、えー、CM のところなんですよねのあの名宝ハム幻の名宝ハムっていうのがあるんですねところがですね実はね世の中にはですね、えー、こんなハムもあるわけでございますじゃじゃんん名宝ハム名宝ハムんん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 ん っていう名前なんですけど、こっちはねなんとね「妙型ハム」っていう名前で売ってるんですね。 で、これね、あの、厄介なのがね、えー、どちらもですね、えー、郡上市に、えー、ある会社さんが作ってるやつで、郡上市の名物として売ってるんですよ。で、えー、多分テレビ CM とかに流れてるので有名なのはこっちなんです明名宝ハムなんですけど、実はこういった名型ハムっていう名前があって、これがね、またあの、同じような感じでね、非常に似てるし、まあ、一応ね、名前は名型と名宝っていうふうにね、読み方違うんですけど、ぱっと見ね、名宝と読めなくもない <laughs> ですもんね。 <laughs> うん、ということにね、おっとっていう感じだと思うんで、まあもしかしたら、これね、こっちも東海地方、えっとね、こっちも東海地方のスーパーとかでも、えー、売ってることがあ,あるんですけど、こっちもこっちでね、えー、スーパーでね、たまに、えー、見かけることがありますおこ。どっちか置いてあるっていうパターンかなっていう感じなんですけど、たまたま、あのー、これ、どこだったっけ8郡上八幡行った時だったっけな。 具上、ね、八面というか正確に言うと席だ席寄った時に、えー、お土産コードなでね、両方と並んで売っとったんで、せっかくなんで買ってきましたよというわけでございます。なのでね、今日はこの二つ、明潟ハムと明方ハムね、 ちょっとこれはね、やっぱバトルをしてもらわないといけないんじゃないかと。ね、ソーセージ、ソセレじゃないですけどね。いや、あれね、ハムやないか。ね、ソーセージじゃないであでも、あれ、ハムも出てるもんね。ハムもあるもんね、ソセレも。まあいいや。そんなことは置いといてね、えー、こんな感じで、明峰ハ,ハムね、えー。ちょっとね、まあ食べ比べとかね、いろいろとやっていこうじゃないかという企画でございます。それよりも,も酒先もね、開けてますんでね、明日でも飲んでますからね。はい。なんならもう半分以上開いてるじゃないかっていう感じなんですけどね。まあそんなことは置いといてね。 このさんってねいや、これは禁断の企画ですよ。これは禁断だ。怖い。ね、この,あのところに触れたことがある YouTube ってあるのだろうか。これはちょっとね、あまりにも禁断なんでね、実際に両方を食べ比べるってなかなかね、する機会ないと思うんですけど、実際にね、カットした感じとかね、えー、ちょっといろいろと見て帰たりたいと思います。よろしくお願いいたします。お今日はね、もう全部一本にしちゃいますよ。あのね、さすがにこれね、10分ごとのね、あのいつもの切り番組してるとね、 もういい加減ね、あの、動画の投稿を買おうとかあの、えらいことになってしまいますの、ね、で、これで今回単発にしようと思ってますけどね。えー、とりあえずね、まずは、えー、座学、やってこうかなというわけでございます。まあ、うちと言ったらね、あの食べる、始めるまでがね、長いというのにね、えー、定評があるうちのチャンネルではございますけど、えー、今回も長いですよ、というわけでございます。まずは、じゃあね、その、 えー、比較をねデータを見ていこうと思います。ちょっと端っこの方にいるわ。えっ、ー、とこんな感じです。名方ハムと明方ハム徹底比較というふうにさせていただきました。えー、右側に、えー、左側に出てるのが明方、えー、ハムのデータで、えー、右側にあるのが明方、えー、ハムのデータです。品名は明方ハムと明方ハム。まあ読み方はだいぶ違うんですけど漢字がねどちらも「明」と「方」なの、ね、字なので、えー、なかなかええー すごくちょっと、ちょっと一瞬ね、あれってなる名前ですよね、ということでございます。名称、これは、あの、いわゆる法的に、えー、位置づけられている、えっ、ー、と、食事方針、食、え、事、ー、食事、えーえー、景品表示 食品表示法でしたっけで定められている名称です、ね、はプレスハムということなのでどちらも同じ名称とはま、まあ、いわゆるジャンルとしては一緒のものになっていますよということでございますで内容量なんですが実は明豊ハムは 360g に対して明潟ハムの方が 400g、まあ、確かにちょっと並べておいてみるとちょっと明潟ハムの方が 大きいいですよねというこ,とでねこの分40グラムぐらい,分ぐらい明方ハムの方がちょっと大きめに作ってありますね。ということでございます。で 多分これは、えー、360g って中途半端かなという感じがするかもしれませんけど多分いわゆる 180g 単位、えー、といわゆる1号単位って言われるのが1号が大体 180g って言われるんですねですから昔ながらの、えー、といわゆる寸尺法の、えー、方法でいくと180単位で、えー、作ることが多かったので多分それの名残なのかな百八180、360、えー、っていう感じの、ね、流れになります、ね、ですからさ、えー、とあと540か、えー、っていう感じの流れになる ですけど多分その流れなのかなということでございますね。で3 6 0ムでこっちの明潟ハムの方は1 0 0ム単位で作っているので4 0 0ラムって形なのかなということでございますね。で、製造者は、明豊ハムは名豊特産物加工株式会社という名前らしいです。私もこれは知りませんでした。名豊ハも株式会社なのかなと思ったら正式名称はこれらしいです。名豊特産物加工株式会社。ということで<う>、えー、岐阜県郡上市の、えー、名豊のこれはケラ で読むらしいで地名がラっているすね。この名宝というのは、郡上市の名宝という時期があるということですね。で、それに対して、えー、この明月半も作っているのはどこかというと、えー、と農協さんですね、恵みの農業協同組合ということで、JA めのさんが作ってますよということでございます。えー、これは、えー、同じく郡上市にあるですね、郡上市の八幡町ということで、ね、郡上八幡って言われるぐらい、えー、郡上市の中でも中心部にあたる。 方に近いと感じですねあと、えー、でちょっと地図も見ましょうか,とか今地図見ればいいか えー、地図で見ると、岐阜県がこんな感じであります。ちょっと裏にわーっといろいろ面もしてありますけど、えー、岐阜市がここね、あの、七子ちゃんで有名な岐阜市がここで、えー、リサーチーとかで有名な席がここですね、えー。こんな感じ。まあ、この辺りはいわゆる、えー、と、名古屋とかにも近くでて、名古屋がこの辺りでね、名古屋があって、えー、この辺りに岐阜とかがあって、こっち側に大垣とかが、ゴードとかがあったりしますよっていうような感じ。これも行ってきた文術府とかはこの辺りですね。で、えー、美濃市とかが で今回舞台となる郡上市というのはだいぶもうちょっと上の方になります。えっ、ー、と、奥見野になるのかな郡上八幡は。えっ、ー、と、まだ飛騨には入らないはずです。飛騨と呼ばれるのはこの高山市とかの方ですね。飛騨市、高山市っていうのがこっちの方にあって、これがいわゆる飛騨地方なんで、えー、そこまではいかないんですけど、えー、その間ぐらいですね、ちょうど、えー、になっております。この辺りが郡上市っていう地域になります。まあ、つっても、あの実は岐阜県です。この岐阜とか関とか、あと、えっ、ー、と、 中津川がこのあたりかな。えっ、ー、と中津川はどっちだ。こっちか平があって中津川という風にあるんで、この辺りのイメージが強いんでね。うん。 あのこの南側のところにち,ちょっと、えー、強い石がわーっと集まってるんですけど、実は奥相当深くてですね、まあ、逆に平高山って言ったらね、あの合掌造りとかで有名になってしますけど、ちょうどその間ぐらいにある、えー、五条市っていうところで、実はここはここであの結構観光スポットとかにあね、なっとったりするところとかがあったりするんで、えー、ゲロはね、ゲロ温泉とかで有名なね、ゲロとかもあって、なんかはちょっとこっち側の方の数字なんで、数字が違うんでね、ちょっとなかなかあれですけど、えー、実はこういったところにあります。で、実はここに山田駅っていうのがあったりしてね、えー、実は えとここに行ったんだっけあっ、えー、とその奥の白鳥だ。ここのね、駅とかに行ってきたんですよね。ここの奥とか行ったりした、えー、企画があって、その企画はちょっと後からになるのかな、えー、ですけど、えー、その、えー、ところで、えー、行ってきた、えー、帰りに、えーと、買ってきましたよということでございますね。で、えー、っと場所で言うと、明型ハムがここですね。 ここが妙垣ハムの加工所ってことなんで、まあ市街地がこの辺り、えっ、ー、と、インターがここにあって、意外とインターから市街地がそんなに離れてなくてね、えっ、ー、と、この辺りがいわゆる市,、えー、市街地になってくるはずです。えー、郡上八幡のね、えー、ところで、郡上市八幡町っていうところですね、えー、になっていきますよということで、えー、この辺りはあたあるんですけど、そこからはちょっと と離れてますけど、この辺りにあります。まあ、八幡町の間なんでね、まあ、いわゆる、えー、比較的街中に近い方になりますね。対して、明豊ハムがあるのは、こっからさらにずーっと来て、道の駅明豊っていうのは、実はここにあるらしいんですけど、えー、この奥にある、ここですね。 ここが名宝ハムの、えー、本社工場となるらしいです。でその、ね、これはね、かなり奥の方ですね。同じ五条八幡でも、ここがね、五条八幡市街地って考えると、かなりこの山奥の方にある。まあ一応、郡上市ではあるんです五条郡上市自体がこんな感じで相当広いところなんでね、えー、こっち側にも相当広いんで、実はこの白鳥とかこの前行ってきたところも全部郡上市ではあるんですけど、えー、市町村合併かなり大きくなったところだったかな、えー、ですよね、ということなんで、えー、こういうふうに大きくなってます。 高山がね高山高山でかいですからねえちょっとねここらでちょっとねえっ、ー、と町のね規模感がだいぶでかくなってますけどね他のところとかと比べるとねえっ、ー、とかなり大きいのが分かるかなというところなんですけどねまあというところなんでこういうのあたりにあるですかかなりまあこの方にあるのがええー、っていうところですけどまあ一応これでも一応同じ郡上市という形になってますということでえこの2つがありますよということでございますね で原材料とかもちょっと見ててみましょうか。まあ、そこまで大きくな違いはありません。基本的には肉塊が使ってます。豚肉も国産で、えー、つなぎが使われてって、豚肉と澱粉ですね。で食塩、砂糖、香辛料、調味料はアミノ酸等が使われてますよと。まあ、この辺りも一般的なハムの、ね、工程で、まあ、いわゆる工場で作るハムとしてはね、この辺りは基本入ってくる感じですよね。よっぽどオーガニック系のやつでないと、アミノ酸、アミノ酸。 なしのやつっていうと多分相当探すのが大変になってくるのかなってところですけどあとリン酸塩ナトリウム,リリウムカリウムに発色剤がア酸ナトリウムが入ってますよということなんですけど、えー、とそんなに違いはないですけど唯一えっ、ー、と明型うハムの方は訓液使ってますねということですね訓、えー、液っていうの何かというと要はあの燻製を作るときに、まあ、時間を、ね、ちょっと短縮とか、えー、したりとか、えー、あとは、まあ、あの燻製みたいな、ね、風味の風味をつけたい いいなっっていううに使う、えー、と調味料でですね、えー、で訓液っていうのがありますまああの何だったっけな、えー、と酢とかなんかいろいろと、えー、入れて作るやつだったと思うんですけど、えー、そういう訓撃っていう液があってその液は、えー、を使って明月ハムの方が使ってるんですけど実は明宝ハムはこれ使ってないですね、えー、ですから、えー、昔ながらの製法っていったらこの辺りとかが大きいところだと思います、うん まあ、多分ね、あのオーガニックとか詳しい人だとね、発色剤とか、ね、使っているのはね、えー、あれじゃないかっていうね、えー、意見とかもあると思うんですけど、まあもう今ね、正直、発色剤なしの製品っていうと、まあオーガニックで探せばある,あるんですけど、その代わりにまあ値段もね、あの相当、多分、多分、あの一般で売ってるハムとかの、えー、3、4倍とかの、ねえー、値段には、えー、なってくる、えー、ところにはなってきますし、何よりも、えーとね、発色剤入ってないと、うん。 あと、あの、もろに、あの、切った後にね、えー、すぐにね、あの、変色劣化がね、やっぱ激しくなりますからね。やっぱこのあたりはね、基本入りますよね。だって、あの、持ってきてね、お土産でね、2、3日とかね、は、あの、はね、 えー、それはね最低でも、ね、それぐらい見るし多分、えー、と賞味期限でいうと1ヶ月、えー、1ヶ月半とかね取ってありますわけですから、えー、その間ね、えー、品質的に問題なくてもね色がねやっぱし肉ですからね、えー、それはねあの何ヶ月も1ヶ月とかね置いておったら、ね、それはね色は落ちるもんですからね、えー、そういうところらへんがあるんでまあこの辺りはまあそりは入るよねということでございますね。 っていう感じなんで、まあ、この空気を使ってないって、まあ、でも逆に言うと空気使ってなくて、ハムを作ってるってこと相当時間かけて作らないといけないんで、実は結構大変なんですけど、えー、明豊ハムさんの方はそっちをやってるってことなんですね。まあ、明型ハムさんの方もね、あこの辺りがね、味の違いにどれくらい違いがあるのかね。えー、早速ね、えー、次はね、えー、食べてね、いきたいと思いますよ。やっぱ全後編にする <laughs> まあ、いいや。えー、とりあえず、えー、切ってね。 から食べながら考えようかな、えー、一本にするのか二本にするのかねじゃあ早速ね、えー、実際に切ってね見てみたいと思いますよ、えー、いしょ大きくしてあれどボタンどこいったよしじゃあね早速明ーハムと明潟ハムよいしょ明潟ハムと明ーハム切っていきましょうよしさあ切って きましたよゃんいやーなかなかこうするとボリューミ、ねえーねっていうことなんですけど、えー、これねえっ、ー、と手前がこっちが妙型ハム奥が明宝ハムになってますちょっと写真も撮っとこうかなえっ、ー、とね正直な感想を言うとパッと見の感じはあまり違いがわからないですねうんどっちもあの しっかりとしたハムだなっていう感じですね。一応写真に撮っとく。手前がこっちがメイホーでミオガタハム。まあやっぱあの右利きね多いのが特徴かな。ですけど、うんパッと見の、えー、見た目色合いとか質感はそんな うーん違いと呼ばれるような、えー、途中一切れだけに間に挟まっとってもね、えー、多分気づかねえかなっていうぐらいにいかない感じに塗、ね、ってみますね。じゃあ味の方ですよね、問題はどうなのか。早速食べていってみたいと思います。まずは、明昏ハムからいただくかな。真ん中の方から端っこはね、 あれが違いが出ますからねちょっと明方ハムからいってみましょうかまうん。かなーあ、うめあうまいねちょっと薄めに切ったつもりですけどやっぱハムってこれぐらい食べ応えがある方がいいですねあ、うまいうん あんな肉ですね。いいですね。やっぱし、臭みもなくてね、ちゃんと美味しい、えー、ハムに仕上がっておりますよ。うまいな。やっぱハムいいな。ちゃんとしたハムいいな。うん。どうしてもね、普段ね、えー、買うハムって言うと薄切りのね、ハムになってしまいますけど、やっぱハムのね、これくらい食い方、肉って感じがしますもんね。じゃあちょっと、明宝ハムの方も試していただいてみましょうか。食ろかな。 あ、うめえ。ああ、これはね。あーそうだな。どうだろうな。うまいな。うまい。えー、そんなに多まあ、正直食べた感じはそこまで大きな違いはないです。くん、現在使っている差とか、大きく出るかなと思うけど、そこまで大きな差は感じないかなってところですね。強いて言うなら、ちょっとミオ型ハムの方のが、えー、 塩気が強めかなうん。酒飲むときとか、加工、あの、プラスアルファ。うん。そのまま行くなら、で、酒に、つまみにするなら、動かせハムか。うん。結構。 どっちも美味いなうん。うん。敷いて言うなら、うん、単品で酒のつまみするんだったら、うかたハムって感じかな。で、ご飯と合わせるだったり、えー、もしくはその、 なんか、ほかにね、もう一品、えー、なんかそのハムを使った料理、ハム料理を作りますよとかって言うんだったら、え、プラスの味付けが入ってきた時に、合うのは、合いそうなのは、明豊ハムかなーうーん。いや、明豊ハム全然そのままで全然美味しいですよ。うん、美味しいんですけどね。いや、うまいっすね。これは全然、ペロりといけちゃいますね。うーん。ああ いいね。うまい肉いいですね。うん。ということで。まあ、結論としてはどっちもうまい。<laughs> ですね。そこまで大きな差はないです。どっち買っても美味しいねって言って食べれると思います。別にね、いう感じだと思います。うん 容量とかのね、差とかがあったりとかするんで、そのあたりとかが、えー、勝手によって、ね、400g ね、ちょっと大きいよって人だったらね、明豊ハムぐらいの方がね、逆にちょうどいいかもしれませんし、まあ私みたいに2個食べる人だったら別途ですけどね、うん。まあそんな感じ、プラスアルファなんか、料理とあ、あの、もうあるっていう状態だと、明豊ハムの方がい,いいかもしれないかな。 で、えー、単品でもうこれオンリーでいくよっていう風な感じのストロングサイドの時はみ方ハムのかってやいや合うかも。あとさお先に合う,合うっていうところでいくとね。うん、後半だと名簿かもしれない。うん。でも、あの、正直本当に微妙です。多分、あの、目隠しでハイ、はい、食べてって言ってどっちでしょうかって言われると多分ちょっと ちょっとわからんかなっていうぐらいのね、感じですんでね。ええー、どっちも美味しいということでございます。ですからね、どっちか買ったからね、しまった外れたっていうことは、えー、ないと思いますんでね、ええー、皆様ね、おのおの、えー、好きなやつを買っていただいたらいいんじゃないかなということでね、ひとまず申し上げます。これ全部食べてる間ね、くっちゃべってやってるとあれなんですし、あの、実はね、レイアウト変更した間にあで、あの、実は座ると、こうなっちゃうんですよ。<laughs> なのでね、ちょっとね、座った絵が通れないんで、ずっと立ったまんまでね、ないといけませんのでね、えー、ちょっと座って、この後ちょっとゆっくりと、まあ、何人かしら動画のチェックとかしながらね、えー、晩酌の方を進めていきたいなと思いますんでね、また食べ終わったところは、えっ、ー、と。 なんか取るかなまあいいや。うん。という感じでね、えー、やっていきたいと思います。まあどっちも美味しくいただいて、まあこれ後ちょっとゆっくりと晩酌させていただこうかなと思います。ということで、まあこの動画はね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。まあぜひね、あの、郡上八幡とか東海地方のスーパーだったら、えっ、ー、と、だいたいどちらかは置いてあると思いますんで、うん。 あのー、東海地方お越しの際はね、ぜひね、ハム、えー、買っていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、用冷蔵なんでね、あのー、冷蔵庫あ、冷蔵できる、ね、状態でないといけないんで、それだけね、ちょっとご注意をいただいて、えー、こういったね、名作品もね、ありますんでね、いろいろとまたね、チェックできたらなと思っております。ということで、今回の動画はこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よっしゃーくぞくぞー